今回の、ね、内容で実践していただくとですね、方向性が良くなり距離が出るようになってくるわけなんですけど、アプローチはこのように打つんではなくて、しっかりここで回してこういう風にしましょうと。はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。マイケル長谷川でございます。今回はですね、まっすぐ遠くに飛ばしたいんだったらまっすぐ打とうとするな、こういう内容でいきたいと思います。今回の、ね、内容で実践していただくとですね、まあ、その名の通りですね、方向性が良くなり飛距離が出るようになってくるわけなんですけど、実際ですね、これをね体験してくださった方、私のゴルフスクールもですね、いくつかですねプロデュースさせていただいてるんですけれども、そこに来ていただくですね、初回カウンセリングで来ていただく方とかですね、体験レッスンで来ていただいた方にですね、これを実践していただくとですね、こんな感じで使っていいのっていうふうに皆さんね大体驚かれます。しかもですね、それね驚くだけじゃなくて、実際見る見るですねショットの方向性が良くなって、いつもよりですねしっかりボールを芯で捉えることができて、ボールが遠くに飛ばせるようになるわけなんですよね。こんな内容ですね、今日はねじっくりね話していきたいと思いますので、ぜひ最後までねご視聴いただければと思います。はい、私のですねこのマイケルゴルフ TV ではですね、ゴルフ上達のヒントをね話しております。ぜひよろしければですねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、以前ですね私が動画で上げたアプローチはですね、まあくるっと回せというね、あの動画の続編になるんですよ。で、あの動画たくさんの方に見ていただいて、すごい良くなった、アプローチが良くなりました、打てるようになりました、止めるボールが打てるようになりましたとかですね、そういうね、嬉しいご報告をいただけるようなね動画になりました。で、その中でそのコメントの中でよくあるコメントがあります。これは普通のショットも同じなんでしょうかっていうねコメントが入りました。これね結論から言うと同じです。はい、前回ですねこのアプローチはくるっと回す、こういう内容でしたよね。ここでですね、アプローチはこのように打つんではなくて、しっかりここで回してこういうふうにしましょうと。はい、このようにですね、こうやってまっすぐ使うのではなくて、アプローチはくるっと回すように使いましょう、こういうような感じですね。これはですね、先ほど言ったようにショットも一緒なんです。やはりですね、これ一番最初のタイトルのね、通りになるんですけれども、ゴルフっていうスポーツ、このね、L 字構造のね、クラブですね、すごくシンプルにお伝えすると L 字構造になってるわけですよ。こういうものをですね、振ろうと思った時に、まっすぐ振ろうと思うと、これはですね、コントロールが非常に難しくなってしまうわけなんですよね。で、まずそのね、説明をしていきたいと思います。まあ、これ実際のクラブよりね、少し大きくなったものなんですけれども、要するにこうクラブのですね、クラブヘッドの重心っていうのがこの辺りにありますよね。で、こうやって L 字構造になってるわけですよ。で、これが例えばですね、こういう角材とか棒のものをですね、横にこう動かしてもですね、この棒自体はこういう風なローテーションというかですね、回転が起きないと思うんですよね。どれだけ早く動かしてもこの回転は起きないですよね。なんですけど、こうやって重心がずれてるものを横に動かすと、基本的にはこのようにまっすぐ使おうとするとフェースが開く方向に動いてしまうわけなんですよね。ゴルフクラブっていうのはまっすぐ打とうとするとフェースが開いてボールがコントロールできなくなるっていうことに、気がつくわけなんですよね。なかなかこれに気がつかない方が多いっていうことと、例えばそれが練習で分かっていたとしても、これ実際プロゴルファーとか上級者でもプロアマチュアの方でもトップアマチュアの方でも同じだと思うんですけど、やはりどこかでまっすぐを求めてしまう、まっすぐ飛ばしたいと思った時にちょっとその動きが入ると手元が浮いてボールが右に飛んでいくとか、まあそういうミスっていうのは、これはですねビギナーの方だけではなくてプロゴルファーや上級者の方も起こり得るミスではあるんですよね。なんですけれども、まあ、そういった理由からこのまっすぐを求めてはいけないっていうことが分かると思います。この間のですね動画でも言った通り、ゴルフスイングっていうのはスイングアークって言ったりしますよね。このクっていう中でスイングアークを大きくとかね、アークっていう言葉が出てくると思うんですけど、このアークっていうものはですね、この弧のことを言います。で、これっていうのは直線じゃないです。弧なんで、スイングアークっていうのはこういうふうな、まあ、振り子っていうかですね、こういう円運動になるわけですよね。はい、こういう動きになるんですけれども、こうなるとクラブヘッドっていうのは、まあ、自然にこう開閉していくような形になると思うんですが、これをどこかで一瞬でもですねまっすぐを求めてしまうと、ゴルフクラブっていうのは一気にフェースが開いてしまうわけなんですよ。うん、特にですねここでですね、このアークからですね、こういう振り子からですね手が離れていった場合、体から離れていった場合は
フェイスも開きますし、これがですね手が行くってことはクラブヘッドって後ろにもね動いてしまうってことになりますから、これはクラブヘッドスピードとしては遅くなる方向に動いてしまってるっていうことになりますよね。ですので絶対的に感覚の中で持っていただきたいのはクラブをですねまっすぐ使おう、インパクトゾーンを長くしようっていうのは、これはちょっと感覚として言葉としてはいろんな捉え方あると思うんですけれども、こういうイメージでやろうとするとですね基本的にはボールっていうのはコントロールできないし飛ばなくなります。もっとさらにですねここを理解を深めていきたいんですけれども、クラブフェースをですねこうコントロールするためには必ずこのアークでスイングの弧でですねスイングできないといけないということになるわけなんですよね。はい、さらにですねじゃあこれ飛距離の部分とかそういうことで言うと、今で言うともっともっと言うとこれ重りをつけたこういう弧ですよね、こういうことになると思うんですけれども、これ飛距離の部分で言うとですねまずこういうものをぐる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 回しますね、ぐるぐる回します。はい、これ何をやってるのかっていうと、ここで手はこうやって小さくこう回してるんですね、まあ中の方に引っ張ってるということになると思うんですけど、これっていうのがこういう状態です。これが例えば手が今ちっちゃく回ってますけど大きく回ったらこれどうでしょう、大きく回ったらどうでしょう、これピンク色のですねこの重りがですね早く触れてないですよね。早く回そうと思ったら割とちっちゃく早く手を回してあげないといけないということですね。縄跳びでもそうですよね、上手な方っていうのは手の位置が動かないでこうやってできると思うんですよね。縄跳びでもですね、縄跳びもそうですよね。はい、これをあんまり上手じゃない方ってこうやってこういうふうにこうやってやるじゃないですか。早く回そうと思ったら中のこのコントロール手っていうのはですねちっちゃく早く動いてあげる必要があるわけなんですよね。この感覚がわからないとゴルフクラブっていうのはうまくコントロールできないですし、ヘッドスピードが上がってこないんですよね。で皆さんこれね飛ばしたいって、ね、力んでしまうどういうことが起きてるかっていうと、この手がですね早く動いてるんです。一生懸命早く動かすんですけど、この先がですね早く走ってこない。早く動かすにはこういう振り子があったら、ここのインパクトをフォローでちっちゃく回してあげる、ちっちゃく回してあげるってことですね。こう起きたのがちっちゃく回してあげる、フォロー大きくってダラーってやったら、もう基本的にこれ早く触れないのはね、こういうものだったら分かるわけなんですよ。じゃあ具体的に、じゃあこれをどうやったらですね、ゴルフスイングに取り入れていけるのかっていう話をね、していきたいんですけれども、このようにですね、まずは右手一本持ってぐるぐる回します。で、これはさっきのですね、重りをこうやっていたのと同様にですね、この円の中心に対してこう引っ張ってあげるって、こういうことですね。こういう状態です。ぐるぐる回します。はい。で、ここに、手をこうやってやるんです。でこの時に自分の手の力でぐるぐる回すのではなくて、なるべくですね先ほどのこれですね、これを引っ張ってるかのように使ってほしいんですよね。でここにはですねルールがあってですね、回すこれ今クラブをですねこう回すんですけれども、これね皆さんやっていただくと分かるんですけど、僕は右利きなんで右手でまずやるんですけど、左利きの方はね左でやってもらってもいいです。こうするとですねできるんですけど、もう一個の手がつくとめちゃくちゃ難しくなるんですよ。ちょっと邪魔になるんですね。はい、それでもグリップが柔らかく、グリップをガチガチに握らないで、なるべくこう手が回るんではなくてちっちゃく回ってあげると、まあ、こんな感じでですねやっていただきたいなと。でこの時のですね手のこのぐるぐるの回し方なんですけど、回す中でここからこうやって手をですね返して使うのではなくて、こういう左手はこう使うイメージです。イメージはこうです。例えば腕時計ですね、腕時計をこうやってしてるとしますよね。腕時計を自分の方に見るような形でこう回します。この腕時計がひっくり返らないようにこうやって回します。はい、これが腕時計が見えない方向にならないようにですね、そう回します。はい、まあ、こうやるとですね基本的にはですねここでクラブが走っていくので、先ほど重りでやったようにですね、振り子の重りでやったように早く振れるようになってくるわけなんですよね。じゃあここから実際ボールを打っていきますね。バックスイングはなるべく、バックスイングダウンスイングっていうのはこちらのスイングアークっていうものはちっちゃくならない方がいいですね。なるべく大きいアークできて、ここはインパクトからフォローのこっちの方だけちっちゃくしてあげる。イメージ的にはこういうふうに、イメージは大きく下ろしてきてちっちゃく、大きく下ろしてきてちっちゃくですね、大きく下ろしてきてちっちゃくすると
ここから、だからクラブは回しますよ。あのアプローチの時と一緒です。最初ここでいいです。フィニッシュはもうほとんど取らなくていいと思います。なるべくインパクトでここを止めたりですね、こう合わせに行くような動き、要はこういうような合わせに行くような動きを全くなしにしてですね、なるべくここのここ大きくしながら、ここがちっちゃく、そうするとクラブヘッドがグッて早く回るようになります。練習場とかでやっていただくとすぐ分かると思うんですけど、基本的にはこの今みたいな手の使い方をすると体とね手のここの感覚も変わりにくいので、思ったよりですねこのクラブの抜けというかね、こういうのが綺麗に抜けてくると思います。はい、だいたいクラブがですね地面に刺さったりですねダフったりしてしまうっていうのはですね、こうやってですね手でボールに対して合わせに行ってしまったりとか、ここでスッと回せなくて手元が浮いてクラブが下がってダフったりすることがやっぱり多いので、ここはですねこの状態からですね、ちょっと右行きましたけど、はい、で回してもちょっとこの感じで打てばなんとなくなんかこう松山選手とかこういうフィニッシュが多いですよね。そう見ていただくとこういうプロゴルファーのスイング多いじゃないですか。あれっていうのはクラブをしっかり丸くこう使えてるんでこういうフィニッシュで終わるんですよ。今日の話とかですね、あのちょっとゴルフが上手な方が周りにいらっしゃる方はですね聞いてみてください。もうプロゴルファーだったらプロゴルファーの方に聞いていただいてもいいと思うんですけど、こういう感覚って持ってますかって聞いてみてください。多分ほとんど上手な方っていうのはそういう感覚あるよとか分かるよとか言ってくださると思うんですよね。上手い方は全部持ってるんですよ。でここのクラブさばきのところで、例えばこう練習あのコースとかでもなんかこういうアプローチみたいなイメージ出しをして、実際ボールでこう構えてこうやると、するとクラブがしっかり動いてですね、なおかつ先ほどに手がちっちゃく動くんでヘッドが最大限走っていくということなんですよね。よくねこれインパクトが点になってしまうんじゃないかと、ここで打ってるんでこれインパクトが点じゃないかって、インパクトはゾーンで取られるんじゃないかっていうね、ふうに思われる方はいるかもしれませんけれども、実際ですねこう手が伸びていったらこれは点になります。今みたいにここでアークで打てるようになると基本的にはここって点じゃないですよね。これずっとこういう円運動をしているので、どこかでパッて合わせるっていうことが今一切ないんですよ。はい、なのでこちらの方がどちらかというと、まあ、表現として合ってるかどうかわからないんですけど、点ではなくてゾーンで捉えられてるんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。皆さんどういうふうに感じるかっていうのはまあ人それぞれだと思います。はい、で今はですねアイアンでやりましたけれども、こうやってですねフェアウェイウッドとかドライバーもこれ全部一緒ですからね、全部一緒です。フェアウェイウッドを持ってもイメージはこうです。こうのイメージですね。なるべく手首を固めないで回してあげてあげます。はい、こんな感じです。これが今フェアウェイウッドですね。でドライバーも一緒です。ドライバーもイメージ的にそうですね、こういうイメージです。でもちろんこういうふうに使うってことは、僕の動画でも先生に言ってる左脇がしっかり締まっている状態ですよね。これがアークっていうのが基本的にこのアークを作ることができないわけです。アークを作ろうと思ったら脇が締まっているっていうのも条件になってきますよね。これ過去動画で上げてますので、これもしっかり見てくださいね。でドライバーもここをなるべく遠くにしっかり遠く、ほとんどですね今見ていただくと軽く打ってますけど、ドライバー手はほとんど曲がってないです。はい、そうこういうのってね、まっすぐ打ちたくなってくるとやっぱりどうしてもボールに対してこうまっすぐこうやってボール合わせてこう打ちたくなるんですけど、それやればやろうとするほど皆さんスペースが開いて遅れてスライスしてしまいますからね。ここはですね手をこう来たら、先ほど腕時計しましたけど、腕時計をしっかり見ながらちっちゃく回って、こういうものを回そうと思った時にですね、こう回そうと思った時に大きく回したら、皆さんこういうところから大きくしてみてください。はい、もうピンクもうめちゃくちゃ遅いですよね。はい、こういうことをやるわけですよ、ゴルフだと。まっすぐ飛ばしたいってなってくるとですね、これをですねこういうふうにしたくなるんですよ。そうするともうこのアーク自体も不規則になりますし、実際早くヘッドスピードが動かないんですよね。実際はこうやってきたら、こうやってきたらちっちゃくこう来て、アークでこう来た
ちっちゃく、そう、ちっちゃく、ちっちゃく使ってあげることによって、ヘッドスピードが走るわけですから、こうやってですね、ドライバーも次もですね、こういう大きい、大きいアークできたらですね、なるべくここちっちゃくですね、ちっちゃく使ってあげるということです。ちょっと今先に当たりましたけど、もうほとんどボールって曲がってません。このようにですね、もうほとんど曲がってます。軽いドローになってますね。今回はですね、ボールをですね、まっすぐ遠くに飛ばしたいんであれば、まっすぐ打とうとするなって、そういう内容でした。まあ、ここまで動画を見ていただいた方はですね、ご理解いただけたかと思います。やはりですね、このクラブヘッド、この L 字構造のクラブヘッドをまっすぐ使おうとすれば、フェースは開きます。開きやすくなりますし、開くってことは自分がですね、開かないように常にですね、こっち側の閉じる方のトルクっていうのをね、力っていうのをかけてないとですね、基本的にボールが右に飛んでいってしまう。で、これを閉じる動きをですね、自分の力でやるっていうことは皆さんどういうことかっていうと、これは力みっていうことにつながるわけなんですよね。ですから皆さんね、力まないように打ちましょうって、ね、簡単に言いますけど、僕も言いますよね、力まないようにとかね、脱力してって言うんですけど、実際は力まないとスイングが成立しない使い方をしているから力んでしまうっていうのが正しいかもしれません。ですので、こうやって直線的にこういう L 字の構造のものを直線的に使うのではなくて、しっかりとこれはアークで捉えてあげるということですね。アークで捉えて、さらにこのヘッドスピードを上げていくためには、アークのコントロールをなるべくこの回転の中心はちっちゃく動いてあげる。ここからちっちゃく動いてあげる。で、その時にただこのフェース面のね、管理だけはありますから、この腕時計見る形にしてちっちゃく回ってあげる。こんな感じでですね、やってあげるとゴルフクラブっていうのは上手に扱えるようになってきますので、ぜひですね、ここを実践していただければと思います。やっぱりですね、このアプローチの時に皆さんね、以前ね、公開させていただいたアプローチくるっと回すっていうね、この続編にはなりますけれども、まあ、そこで気づいた方はもうショットに取り入れていただいているとは思うんですが、これはアプローチだけではなくて、このドライバーショット、アイアンショット、フェアウェイもそうですね、ショットすべてこういう動きを入れていって全然問題ないということですよね。問題ないというよりは、こう使うんだっていうふうに思っていただければなと思います。はい、そういうわけでですね、今回のね、動画を見ていただいて、もうちょっと皆さん練習でやってみてください。で、その感想をですね、こちらのコメント欄の方にですね、残しておいていただけると、私もですね、励みになりますので、ぜひですね、練習した結果をですね、コメントに残していただければなと思います。そんなわけで今日もね、勉強になったとか、ためになったという方は、グッドボタン、それからですね、チャンネル登録まだされてない方はですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私たち、このマイケルゴルフ TV 以外でも、無料メルマガとかで情報発信をしています。ですので、興味のある方はですね、概要欄の方に行っていただいて、そこからですね、メルマガ登録していただければ、最新の情報をキャッチアップできると思いますので、ぜひですね、そちらの方も活用していただければなと思います。それから、情報発信以外にも、実際私がプロデュースするゴルフスクールがね、いくつかあります。こちらもですね、実際今日のものってね、皆さん頭の中で分かったと思うんですけど、実際それをですね、体験していただく、体感していただくっていうのは、なかなかこの、コーチがいる状態の方が分かりやすいと思いますので、ぜひですね、私がプロデュースしているゴルフスクールの方でですね、体験レッスンであったりとか、初回カウンセリング受けていただければと思います。そちらも概要欄に貼ってありますので、チェックしていただければと思います。それでは皆さん、練習頑張ってください。ではまた。